谷町六丁目駅は、大阪府大阪市中央区谷町六丁目にある、大阪市高速電気軌道の駅。谷町線と長堀鶴見緑地線の2路線が乗り入れる。駅番号は、谷町線が T24, 長堀鶴見緑地線が N18. 両路線とも、島式ホーム一面二線の地下駅である。谷町線ホーム東梅田よりに、 長堀鶴見緑地線ホーム対象よりにつながる連絡通路が設けられている。改札口は谷町線ホーム南側と中央に、付近の上層に1カ所ずつ、長堀鶴見緑地線ホーム中央の上層に1カ所、合計3カ所。当駅は谷町線部分が平野関区駅に所属し、谷町9丁目駅の悲観理駅である。 また、長堀鶴見緑地線部分は、ドーム前、千代崎関区駅に所属し、駅長が配置され、玉造駅、松山地駅を管轄している。長堀鶴見緑地線の各駅は、デザインテーマを定めている。谷町六丁目駅のテーマは、当駅周辺に寺や神社が点在していることから、寺と神社である。ホームは、石畳や和風建築をモチーフにしている。 コンコース壁が過去から未来へ引く谷町の遺産マイナスは、障子や講子戸から神社仏閣が垣間見える様子を表現している。なお、谷町筋沿いの寺町へは、谷町線で一駅隣の谷町九丁目駅、あるいは近鉄大阪上本町駅もアクセスが良い。2020年11月10日の1日、上皇人民は28,976人である。 長堀通り以南の空堀界隈は、奇跡的に戦災を免れ、戦前から存在する民家なども残っている。谷町筋と長堀通り沿いには、高層マンションが多く見られ、小規模なオフィスビルも参見するが、隣駅である、多摩造駅、谷町四丁目駅ほどの人の往来はなく、中央区内でも完静な地域である。谷6アンダーパス谷町6交差点は、 中央区安藤寺町1.2丁目、谷町6丁目にある道路交差点。長堀通りと谷町筋との交点である。交差点の直下には地下鉄谷町線が、さら下に地下鉄長堀鶴見緑地線が通っている。谷町筋には長堀通りをくぐるアンダーパスが1999年に設置された。交通量の多い道路同士が平面交差しており、 1990年代には交通量が飽和状態だったためアンダーパスが建設された。南にある谷急アンダーパスと違い、地下鉄構造物の設置と同時に計画されたものではない。交差点により北側は北に向かって下がる地形であるため、南側スロープが北側より50メートルほど長くなっている。長堀通りには大阪市電玉造線が1910年に 谷町筋には、大阪市電谷町線が1911年に、付設され、谷町六丁目電停が設置されていた。しかし、1923年から1928年に、かけて、それまで陸軍用地で占められていた上町筋の、上本町二丁目電停以北にも市電が開通すると、市電谷町線の需要は低下した。加えて、 谷町筋の谷町6交差点以南が未改良区間で市電の不設がなかったこともあり、市電谷町線は1944年6月1日に廃止された。大阪市電の中では比較的早い時期の廃止にあたる。なお、市電玉作り線は1961年11月1日に廃止となり、その後大阪市営トロリーバスが走った。ありがとうございます。